手は5歳から始めたんですけど、私の父が空手をもともとやっていて、その父もイギリス系のカナダ人なんですけど、海外で空手と出会って、空手と日本の魅力に魅了されて、空手をやるために日本に来たっていうような父がいるんですけど、その父が空手をやっているのを見ていて、でそのまず兄が始めて、で兄が練習から帰ってくるたびに帯の色が変わっていくのを見て、もうただただ楽しそうだなっていうので始めました。私妊娠と出産を繰り返していて、一番最初に実は優勝した時が産後1ヶ月の時だったんですよ。でちょっとずつ積み重ねていって、2位のタイミングで妊娠をしたんですけど、妊娠をしてすぐ思ったのが間に合うってこう次の試合に出れるかもって思って、自分で自分のリミットを決めないっていうことは常に意識してます。何でもやろうと思えば自分の思いはこうそこに乗せられるんじゃないかなと思ってるので、まあ、座右の銘ほどかっこいいものではないですけど、自分でリミットを決めずに何でもチャレンジしたいっていう思いがあってやってます。そうですね、あとはまあ子どものために何か思い出を残したいっていうのは強かったですね。特にあの初年度は出産して1ヶ月後で体重も私20キロ増えてるので、であんまりまあ1ヶ月しかなかったので、出産してから10キロだけ戻してで大会に挑んで、まあ、空手はそこがいいところですよね。その痩せてるからいいとか太ってるからいいっていうものではなくて、その時の体型に一番いい動きをいかに出せるかっていうことをが空手の素晴らしさだと思うので、私はその時は体も戻ってもないしベスト体重とかではないんですけど、自分の中での一番この体型でこの体力でできるものは何かって考えて技に思いを込めて出せたので、子供のために思い出残したいっていうのと重なって優勝できたのかなと思います。やっぱり女性に空手をこうやっぱりいつでもできるものだよっていうことは今後も続けて伝えていきたいなっていうのは変わらず あるんですけど、やっぱりどうしても男臭いっていうイメージだったりとか、ちょっとこう厳しすぎるっていうイメージが多分ある中で、子供を産んでも、もっと言うと妊娠中でも、その人に合った小さい背が高いとか大きい小さい細いとかあんまり関係なく誰でもできるものってだっていうのもあって、あとは親子の絆を深めるものでもあるので、本当にいつでも始められるよってことは伝えつつ、もう少しこの空手の可能性どういうところにあるのかなっていうことを考えていきたいなって思います。もちろん道場で稽古することが一番ではあるんですけど、私生活で活かせられるその姿勢の部分だったり、一般の空手家に別になりたくないわっていう方にも空手の良さを広める方法は何なのかっていう部分を自分の指導の中に入れていければなと思ってます。